おはようございます。ケンです。今朝もテスラ関連の情報をお届けしていきたいと思います。今朝のラインナップです。アークインベストのレポート。テスラ関係者3名が株を売却計画。今日はこれらの情報をお届けしていきたいと思います。本日も最後までご覧になってください。ではまず最初にアークインベストのレポート。こちらですが、昨日キャシーウッドさんのメルマガにてテスラに関することがレポートに書かれていました。それがこちらのレポートなんですけれども、内容を紹介していきたいと思います。まずタイトルなんですけれども、タイトルは2025年に向けたテスラの数兆ドル規模のロボタクシー事業開始の可能性です。内容を今から書き出していきますと、テスラの第3四半期の業績報告は車両生産コストの記録的な低下、フルセルフドライビング FSD ソフトウェアからの収益増加、エネルギー貯蔵及びサービス部門の成長が好調であることを示しました。今後テスラは来年前半に低価格の車両を発売し、20-30% の生産台数増加目標の達成を目指しています。特に重要なのは、テスラが2025年にテキサスとカリフォルニアでロボタクシーサービスの開始を予定していることを確認した点です。このサービスはカリフォルニアでテスラ社員によってテストされており、一般向け導入に向けた準備が進んでいます。一部地域では安全ドライバーが当初必要となる可能性はあるものの、テスラの膨大な車両数によって迅速に規制基準を満たし、安全ドライバーの排除が可能になる見通しです。テスラのロボタクシーモデルは、1マイルあたり 0.3-0.4ドルという低コストで提供される予定で、Uber や Lyft などの現行のライドシェアサービスを大きく下回ります。これが実現すれば、テスラの自動運転ライドシェア市場は約11兆ドルの巨大な市場規模を切り開く可能性があります。ただし、アークインベストマネジメントは、自動運転の完全な実現には、段階的なアプローチが必要とし、初期の収益は限定的である一方、長期的にはテスラに大きな市場拡大の機会をもたらすと見込んでいますという内容になっています。では続きまして、テスラ関係者3名が株を売却計画。こちらの情報なんですけれども、テスラのロビン・デンホルム会長とディレクターのキャスリーン・ウィルトン・トンプソンさん、そしてイーロンさんの兄弟であるキンバル・マスクさんの3名がテスラ株合計で113万株を売却する予定です。これはルール 10B5-1 計画を採用ということですけれども、この計画について説明をしていきたいと思います。この計画は、企業の関係者が内部情報を持つことで取引に影響を与えないようにするための仕組みです。具体的には、株の売買が事前に設定された価格や出来高、タイミングなどの条件が揃った場合にのみ自動的に実行されるため、内部情報による意図的な操作がないことを証明できます。つまり今回テスラの関係者3名の方が合計で113万株を売却する予定であることが証券取引委員会に提出された書類で報告されたんですけれども、このような売却っていうのは投資家にとってネガティブに映る可能性もあるかもしれませんが、あくまで計画に基づくものであり、内部情報に基づく意図的な売買ではないということが重要になります。はい、ということで本日のテスラに関する最新情報は以上となっております。まとめていきますと、アークインベストのレポート、そしてテスラ関係者3名が株を売却計画、これらの情報をお届けしました。まずアークインベストのレポートなんですけれども、アークがどのように考えているのか。レポートの最初の部分は Q3 の決算内容に関してでしたので、僕の YouTube をご覧になっている方はすでにご存知の内容だと思います。最後にアークの見解がありましたが、そこを整理していこうと思います。まず自動運転の完全な実現には段階的なアプローチが必要と言われていました。これは確かにそうだと思います。いきなり、はい、自動運転やりますよっていう風な感じにはならないと思います。段階的に行っていくと思います。そのため、初期の収益っていうことを考えた場合に、これは限定的であるっていうのは納得じゃないかなと思います。僕の中では、ロボタクシーが始まって、
実際に売上としてきちっと利益が取れるようになるまでには数年はかかると思います。これはまず地域が限定されるということ、そして最初はいろいろと規制があると思いますので、そういった規制をクリアしながらになると思います。それを考えると州ごとに規制もクリアする必要もありますので、ロボタクシーの収益が大きくなるまでには数年はかかるんじゃないかなと思います。しかし長期的にはテスラに大きな市場拡大の機会をもたらすというのは僕もそうだと思います。あのロボタクシーの価格が実現できたら失敗しようがないと思います。テスラはあの価格でも大丈夫と踏んでその値段を提示しているわけなので、ここに関してもね期待をしていきたいなと思います。そしてテスラの関係者3名が売却計画なんですけれども、もしかしたらこれに関しても悪意のある記事が出るかもしれませんが、そうではないということを皆さんも知っておけばいいんではないかなと思います。今日の内容を知っておけば、これは決して株価操作でもないっていうことがわかるんじゃないかなと思います。はい、ということで本日の内容は以上となっております。ではマーケットチェックをしていきたいと思います。まずダウですけれども、ダウは今日は下落ですね。 42,312 ドルとなっております。ナスダックは今日は上昇です。 18,726 ポイント。 S&P500 も今日は上昇ですね。 5,843 ポイントとなっております。そしてテスラがどうなっているかと言いますと、テスラは今日は少し下げておりまして、今現在260ドルを割って259ドル台となっております。次に NVIDIA ですけれども、 NVIDIA は少しだけ上昇ですね。141ドル台となっております。そして同時ですよ、同時がめちゃめちゃ上がってますね。 0.175 ドルまで上がってきております。この上昇はねかなりすごいなと思いますけれども、同時今大きく上がってきております。もしかしたらこのままトランプさんが大統領になったら、もっともっと上がる可能性もね十分にあるんじゃないかなと思いますけれども、最近僕自身も同時コインのこの動きね結構ね追っております。はい、そして為替ですけれども、為替は今現在153円の半ばあたりというところですね。ということで今日テスラ株下げておりまして、260ドルを割っているんですけれども、朝情報を調べていたら、あ、この情報はね知っておいてもいいかもしれないっていう情報がありましたので、それを紹介していきたいと思います。その情報なんですけれども、情報元はフェアリードストラテジーズっていう会社の創設者で市場テクニシャンのキャティストックさんと言われる方がいらっしゃって、その方の見解なんですけれども、その情報の中ではテスラの株価は265ドル近くのサポートがテストしているということです。またブレイクアウトするにはそのレベルを確認するために週間で2回の終わり値が必要とも述べられています。ストックトンさんはテスラの株についてのファンダメンタルな判断を下しているわけではなくって、代わりに過去に投資家が株を購入売却した場所を把握するために株のチャートを見ているということなので、265ドル近くのサポート、こちら覚えておいてもいいかもしれません。ここを超えてくるかどうかっていうのが今後のポイントになってくるんではないかなと思います。はい、では今日のキャシーさんを見ていきたいと思います。今日は2024年10月28日のデータなんですけれども、昨日テスラの株を買ったっていう情報があったんですけれども、28日にはテスラを売却しております。ちょっとここ最近のキャシーさんの動きね、僕自身読めないなと思いますけれども、昨日というか昨日の情報は先週の金曜日だったんですけれども、今日は一昨日の28日月曜日のデータではありますけれども、テスラを売却となっております。はい、こちらはムームー証券からの情報となっています。ムームー証券興味がある方は概要欄にリンクを置いておきますので、そちらの方からご覧になられてみてください。はい、では最後に今日のコメント、こちらを紹介します。今日は僕にとっては非常に嬉しいというか光栄というか、ご存知の方も多いと思いますけれども、神田正則さんからのコメントを紹介したいと思います。神田さんをご存知ない方も、ね、いらっしゃると思いますので、神田さんについて簡単に説明させてもらいますと、経営コンサルト並びに作家さんでありまして、その昔僕はですねこの本と出会ってすごく参考にさせてもらい、その後も何冊か神田さんの本は、ね、読ませてもらっているんですけれども、テスラを通じて神田さんはモデル3を、ね、購入されているんですけれども、 X でつながりを持たせていただくようになり、今テスラの感想を募集している中で昨日 X でコメントをくださいました。ぜひ神田さんの本、興味がある方は読まれてみてください。特にマーケティングをされている方だったりとか起業家の方にとっては非常に参考になるんではないかなと思いますので、こちらの本に関しては概要欄にリンクを置いておきますので、興味がある方は読まれてみてください。僕も久しぶりに読み返していこうかなと思っています。では前置きが長く
となりましたけれども、コメントを紹介したいと思います。ケンさん、いつもありがとう。テスラモデル3に乗って約1年です。これまでホンダ NSX、ベンツ SL、ランボルギーニ、ガヤルドなど乗ってきましたけれども、歴代最高の速さ、プラス快適さ、プラス居心地の良さ、しかも月々5万円台とは信じがたい。もちろんガソリン車も好きだけれど、テスラは単なる車ではなく、経営者、起業家にとって最高の自己投資、大きなパーパスを抱き、画期的なアイデアを溢れ出させ、イノベーションを実現していく生きた教科書の中に載っているようなものですというコメントをいただいております。ありがとうございます。いや、やっぱり表現の仕方がうまいなと僕はね思いましたけれども、最高の自己投資、大きなパーパスを抱き、画期的なアイデアを溢れ出させ、イノベーションを実現していく生きた教科書の中に載っている、素晴らしい表現だなと思いましたけれども、皆さんどうでしょうか。本当神田さん、コメントありがとうございました。引き続き X の方でもよろしくお願いいたします。はい、いつも皆さんコメントありがとうございます。またぜひ今日の内容に関してもコメントの方よろしくお願いいたします。他にもテスラオーナーさんからいろいろとねコメントいただいておりますので、随時ね紹介をしていきたいなと思います。僕の YouTube を通じて少しでもテスラの認知が広がっていけばいいかなと思っていますので、テスラオーナーの方ぜひねコメントの方よろしくお願いいたします。はい、このような感じで僕のこの YouTube ではテスラに関する情報を発信しています。テスラオーナーの方、テスラ株投資をされている方、そしてテスラに興味がある方、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。そして今回の動画の内容も参考になったと思われたら高評価もよろしくお願いいたします。では今日も最後までご視聴していただきありがとうございました。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。今日はまず一つねお知らせがあります。今メンバーシップの方ですけれども、僕自身が12月に東京に行くんですけれども、メンバーシップの方の懇親会みたいなのをお昼にねしようかなと思ってます。日時なんですけれども、12月14日の土曜日のお昼にですね、メンバーシップの方でお会いできる方をお会いして一緒にランチでもどうかなと思っていますので、これそうだよと言われる方がいらっしゃったら、今日メンバーシップの方で投稿しますので、その投稿だったりとか X の方もしくは LINE の方で僕の方に連絡をもらえればと思います。はい、そしてもう一つ、今現在エコライフというオープンチャットを運営しています。このエコライフでは太陽光や蓄電池のこと、そしてこれからの生活においてエコなんだけど快適な生活、また毎月の支出を抑えつつ快適な生活ができないかっていうことをテーマに、いろいろと情報交換をするグループです。太陽光と蓄電池に関しては専門家の方もグループに入ってもらっています。いろいろとアドバイスもいただけると思います。これからの未来を考えた場合に、個人個人で環境のためにできることはできる範囲で行っていく、それが大切だと思っています。そんな情報を交換するグループです。ぜひ興味がある方は参加されてみてください。参加方法なんですけれども、まず動画の概要欄に僕の公式 LINE の案内がありますので、そちらより登録してください。登録してもらうと自動返信チャットが届きます。その中にオープンチャットのリンクがありますので、そちらより参加されてみてください。このオープンチャットなんですけれども、参加費用は無料となっております。また LINE のサービスを使うので、名前などを気にされる方もいらっしゃるかもしれませんが、オープンチャットでは名前もアイコンも変えることができますので、匿名性は高いと思います。ぜひエコだけど快適で支出を抑える生活、こちらに興味がある方は参加されてみてください。はい、ということで僕自身も太陽光と蓄電池をね導入していく予定なんですけれども、ある程度の見積もりができましたので、今日打ち合わせをする予定です。またこちらに関してもオープンチャットの方でどんな感じかっていうのはねシェアをしていきたいなと思います。はい、では今日も最後までご視聴していただきありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。